いつ失踪するかわからないラストバス実況やっていきたいと思います。前回、ジョセフだっけ？あ、ジョエルだ。ジョエルの寒いギャグで終わったと思うんですけど、ちょっと前からやっていこうかな。よし。これどこからだ？決まりだ。あ、ここで寒いギャグ始まるんねだ。え。ジョーク思い出した。覚えてますか？時計を食べたら遅刻した。なぜだ？時間を食ったから。時間を食ったから。やっぱり面白くねえな。何それダッサ。 ボロクソ言うやん。 よいしょ。だな。さあやっていきますか、パート2。本当にこのどうね、する？ラストオブアス、バカ長いらしくて、俺ね、この前回コメント欄で、なんかいろいろね、1からやってくださいって言われたんで、ちょっと1の内容ちょっと勉強してきたんですよ。そしたらどうやら、この子と、ジョエルは、親子じゃないらしいですね。初めて知りました。さあ、ラストバス、パート2。あれ？マジでパート2じゃん？え？ え？ あれ？ありがとうございます。どういう意味？ まさかゲーム側から実況者、あ、4年後？え？めっちゃ時間経つじゃん。まさかゲーム側がね、実況のタイトル提示してくれると思わなかっ女子、た。おはよう。ごめん、寝過ごしちゃった。すぐ着替えてくる。昨夜は盛り上がったって？何か？キスのこと？ディーナキのス。ことだから、ディーナ。何の意味もないっ て。やっべ。ワンやってなないっからていうの全然はわセかスんとない。喧嘩のことだよ。ディーナとキス。ディーナとキス。てっきり。別れたばかりの俺の元カノと？ これボケ通ったパターンやだな。から、やきもち焼かせたかったんでしょ。私は別に。やっぱ俺ね、こういうね、ゲーム、何これ。カタカナの名前覚えるのめっちゃ不得意なんだよ冗談ね。だって。必死こいて覚えよう。気にしてない。着替えてこい。で、こいつワンからいマたのジか最な？低。待った。キスする方が最低。ほら支度しろ、遅刻だぞ。でも声優さんめっちゃ有名な人じゃない？今の人。臭くない。なんかね、ゲームのこういう発言はあんましちゃダメだと思うんですけど、声優が有名な人は死ににくいっていう発言はダメですかね。あの人、ワンの人、ワンからいたのかな？わかんないけど。よいしょ。やっていきますか。とりあえず、なんか旅に出るっぽいですね。で、俺、ワンのね、実況、いろんな人の実況、今日見たんですけど、なんかアイテムをよく漁ってないと、なんかねえ、ジョエ炎ル上すは？るらしくて、ちょっと実況長くなってもいいんで、めっちゃ探索しますね。ついてないね。やべえ、名前覚えるっつったけど、早速今の人の名前忘れちゃった。うるさい。起きるとこだったし。ジェシー本当？か。めっ忘ちゃれ女の物子っは？ぽい名前だね。ないよ。すごいアジア系の顔。ここどこっていうか、舞朝台かどらこ？お前の噂で持ちきりだ。なんで？なんで？お前がディーナにキスしたから。からかってんだろ。向こうがしたの？え、マジでキスしたことそバれレ見てたんセスの？がお前に ひちょどっいと思待って、い。ディーナって誰？でジョエルが殴って小突いただけ。それでなんでお前がジョエルにキレるんだ？昨夜 はジョエ寝ルどう落ちなっしててんた。だろう。なるほどね。マリアとすっ話したか？ご、話聞けないどの？ここういうにい人かるら。の？食堂。生徒のめっことちゃ見てくるじゃん。さあね。いえ、なこ誰とこ会いれ？ました？マジでエピソードわかんね無理。え。この裏切り者。ひでえ、これどういう感じなんだろう。学校のクラスメイトですか？今から登校え。ねえ、する的私な？たち平気だよね。俺、てっきりさ、心
ジョエルを操作するのかと思ってたけど、こっちなんだね、操作するの。そっか、ただ誤解してほしくない。でもエリー表紙だもんね。平気だ。すげえ、あれ乗ってみたいんだけど乗ってみたい。わあ、子供、子供かわいい。俺子供好きなんだよね。あ、かわいい。俺も一緒に行きてえな。なになになに。どうもおじいちゃん。やしゃ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 、気持ちいい。やしゃ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 、かわいい。え、かわいい。お座りとかできないの。お座り。はいはい、お座り。はい、お座り。あ、ダメだ、こいつ NPC だわ。ごめん、これ待たせたね、ごめんね。よいしょ。ジェシー。ああ、どうも。すごいね。え、なんかね、ゾンビゲームだと思ってたんですけど、意外と街が平和っていうか、発展してるよね、普通に。なんかね、どういうゲームなんだろう。朝飯食ってるか。いらない。朝飯食わないと元気出ないけどね。こんにちは。すごい賑わってる。朝飯っていうから午前中だろうけど。あ、この人も誰なんですかね。私は頑固親父と話す気ない。聞いてあげて。マリアさん、覚えました。白髪のマリア。セス、セス、セス、覚えました。セス、頑固親父のセス、最低のセス。よう。よう。あ、その、昨夜は。あ、この人とキスしたの？あ、違うわ、セスだ。ディーナだよね、キスしたの。だろうね。これでも謝ろうとしてんだ。え、なんで謝ってんの？あれ、話聞いてなかったからか？え、なんで怒ってんだろう。サンドイッチ作ったんだ。いや、もうわかんねえ。ステーキ入り。え、やった。多分ね、これは回復アイテムだろうね。後々ゾンビに襲われた時に食べたいと思います。気をつけろよ。あざす。どうも。普通にいいやつっぽかったけどね。それなんだよ。おっさんのサンドイッチ。いい匂い。取んなよ。え、マジで。マジで。え、外まで送る。いただき。うわぁ、取られた。おっさんのサンドイッチで喜ぶ。ジェシーおもろいな。ジェシーは絶対いいやつ。それか後半に裏切るやつ。トミーとジョエルと交代して、二人ともしばらく戻ってないし。合流場所は？北西の監視所よ。走るとかできない。できないね。気をつけてね。近頃感染者の目撃情報が多いし。分かってる。でもね、なんか分かったことは、学校のクラスメイトとかいう関係ではなさそうだね。行ったことある？もう子供。あんまり。かわいい。ディーナは慣れてる。え、ちっさ。え、お前、ちっさ。え、これ大丈夫？ちっさ。アンニョが上手。かわいい。本当にかわいい。よいしょ。歩くの遅いな。なんかアイコン。なんか、ゲームリアルなのにアイコンやけに昔のゲームっぽいな。何？ジョエルとうまくいってないみたいだけど。なんで？マリア、ジョエルは心配してるの。でも4年も経ったから思春期来てんだろうね。本当に？うん。そう。ならいいんだけど。前作では仲良かったのかな？どうも。おい、ディーナ、当番だぞ。あ、噂のディーナじゃん。お前の彼女、厩舎に連れてこいよ。からかわれてんじゃん。やめてよ。なんでディーナとキスしちゃったんだろう。酔っ払ってたのかな。ディーナ、ちょっと話せる？子供の笑い声怖。いつ戻るの？ギャーハハハハだって。え、ディーナめっちゃいいやつそうじゃん。どうも、どうも。あのさ、昨夜はあんな風に消えたりしてごめん。ああ、別にいいの、気持ちはわかる、私も。本当に昨夜一体何があったんだ。なんで？そもそも私が誘ったわけだし。
それに何もあんな大勢の前でキスしなくたって酔ってたんだし、いいよ。あ、酔っ払ってたんだ。変な深読みとかしてないから平気。ただ本当エリーって話遮るの好きだよね。どういう関係？あのさ、もうそろそろ行かないと。は？ちょっと何？私関係ないでしょ。ビビってんの？弱虫。クソガキ！てめえらぶっ殺し、あぶねあぶね。あぶね。え、何あいつら。え、やっちまうぜ。やっちまうぜ。おい、大人の力、思い知らせてやるよ。おら、ぽおい、お前、おい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 、おい、お前だけ集中狙いしてるから。お前だけ集中狙いしてるからな。他のクソキには目もくれず、お前だけ一人一人、集中狙いしてるからな。おいおいおい、邪魔だ、どけよ、お前。ちょ、これどうやって、ちょっと。じゃあ真剣にチュートリアルやろうと思うんで、ちょっとこれ拾って、はは、あ、これこれ味方だ。じゃあ、あの子だけいった。え、マジで難しいんだけど。え、待って待って待って、隠れよ、ちゃんと三角で拾って、おらおまま逃げ、お逃げても無駄だ、おらおい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 、お前子供の浅知恵か、そんなところに隠れて。これであと3人当てればいいんだね。ちゃんと防御、防御、あ、防御無理だ。ちょっと防御とかないの。覚えときな。あ、録音中狙い定めずに R2 で余裕投げる。あ、狙いを定めるってどうやってやるの。狙いを定める、狙いを、あ、こう、あ、こうか、避けて、はい、うわ難しい。これでおい、ぶん殴るできないの？もうぶん殴ろうぜ。投げんのめんどくせえからぶん殴ろうぜ。あ、ごめん。え、そんなこと言わないでよ。わお、ナイスタックル。やべ。ゾンビに襲われてるみたい。いや、これチュートリアルなんだろうな、戦闘の。味方が襲われてたら三角ボタンに助けましょうねみたいな。へえー、あ、これどこ行くんだ、こっちか。いや、子供可愛いっすね。まあ、あいつだったら二度と会いたくないけど。え、一緒にしてくれたんだね。いいルートだよ。おはようさん。おはよう。などういう生活してんだ。今連れてくるよ。ありがとう。馬じゃん。うわ、すげえ。馬の爪削ってるんですよね。じゃないと馬病気で死んじゃうらしいんで。お、あ、あ、なになに、あれ、あ、こっち、はい、どうも。いい子だ。お、来たな。どうも。あ、またこれ競馬が始まる雰囲気しますね。あれ、もしかして競馬、あれ、もう一回、また、キラリー元気、キラリードキュンネームやっとお出ましか。ドキュンネーム、はいはい、わ、銃くれるんだ、やった。これは結構扱いが難しそうな銃ですね。なんか最初ハンドガンとかからかなーと思ったら、まさかのボルトアクション式のスナイパー。絶対難しいじゃん。いつも通りだ。担当区域の西に帰庁して感染者がいたら倒す。あ、見回り行くんだ。状況に出くわしたら帰還しろ。慎重第一だ。あ、調査兵団的なね感じね、多分。さあ、じゃあ心臓を捧げに行きますか。すごいね、マジで自由の翼だ。はいよ。うわ、怖ー。123456人部隊。すごいね。でもよく平和になったね、あのワンみたいなゾンビがたくさんみたいな状況から。まあ、ワンあんま見てないんですけど。今夜は無事
過ごせたみたいですね。あれなんかこんな人いたっけみたいな顔ばっかりなんだけど、あれえらい太ってない？あれ一晩でえらい太ったくない？あれこんなデブだっけ？眠れなーい。あ、めっちゃムキムキじゃない？ピク？誰？なんかね、よくいますよね、ああいう人。あんま話しかけたくないタイプの人。眠れないって思ったけど、結構火出てるね。チラチラあ、エリー、やばくね？こんなデブだったっけ？女、男って言えてんだけど。どういうこっちゃ。何の夢見てた？寝言言ってた。いつもの。あ、じゃあこれエリーじゃねえわ。外行ってたの。声でわかった。声優ソムリエ犬猫。見せたいものが。わかりました。これエリーじゃない。多分。いいから。誰？誰？え、誰？でも名前出てきてないってことは、初登場人物のかな？見せたいものって言われましたけど。来いよ。ちょっと、そういう関係なんですかね？恋人的な？寒っ。お前、何ちゅう時間に外連れ出しとんねん。日が昇ってからにした方がいいんじゃないの？その方が暖かいし。ダメだ。待てない。見せたいもの？何なのか教えてよ。どうしても見せたい。ジャンプ。はい。え、なんだろう。絶対なんかね、ロマンチックなもの見せてくれると思うんですけど。眠れなくてさ。あんたも？予想していい？当たったらごめんね。綺麗な夜景でしょ。南に行けば行くほど平和って感じだよな。びっくりした。まま、お元気じゃん。しゃがむ、はいはいはい。マニーの地元でしょ。おおおお。おい、楽しみだな。なになに、綺麗なものって、ね、見せたいものってなんすか？おい。暗い中ここまで来たの？ちょっと遅いんでやめますね。こんなことあ、いやこっちの方が早いわ。どうでバテちゃうよ。すぐ着くからさ。あ、回避コードの方が早いわ。何を見せられてんだ視聴者は。はい、ジャンプ。はい、全然下手くそ。めちゃくちゃ足びちょびちょなったけどね今。ごめんね。全然話聞いてなかった。のろけられてたっぽいですね。はいはい、あんたは身軽だね。知ってる。ちょっと嘘。大丈夫。高すぎ。高すぎ。いやだもん、ここ高すぎ。こう、びっくりした。おい、こっち見ろ。マジでびっくりした。アビー。あ、やっと名前分かったわ。アビーさん。彼の名前は？ヒゲでいっか。オーウェンでしたね。もここ通るの？恐怖を克服するチャンスって思えばいいだろ。あんたのこと蹴り上げてやりたい気分。どこを蹴り上げるのかな。要望すぎ。めっちゃこういうとこ通るよね。なんか絶対ね、ゾンビ。ん？あ、え？あ？ん？あ、通り抜ける。はい。ゾンビに捕まれそうだけどね。帰るときとか。あ、やっぱりこの綺麗な景色を見せに来たパターンでしょ。ここ到着。うわ、ロマンチック。すっごい夜景。あれって街？ああ、なんかそういう雰囲気じゃないですね。誰かに話した？まずお前に見せたくて。武装した見張りが町から移動してた。あそこに。どういう状況は？他にも拠点があるし、電気も通ってる。銃もあるし、
人も多い。どうにかする。ん？そうか。奴がいるとしてどうする気だ。奴、例えば巡回してる奴から場所を聞き出して、あいつをおびき出してみるとか。ガバガバだね。ああ、そうか。当然あっさり教えてくれるだろうな。任せればいい。武闘派。冗談だよな。じゃあどうすんの。ねえ、なんか変だよ。どうしたの。メルに子供が。メル。ああ誰。そっか。それだけじゃないんだ。じゃあお祝いだね。これを見たらみんな帰りたがるぞ。説得できるよ。でしょ。信じた私がバカだ。アビー、俺だってやりたいよ。でも死人は出せない。え、何死人出んの。ロッジで待ってる。どういう話か全く分からん。ゾンビと戦うのかと思ってたけど、人と戦うの。でもな、ゾンビ系の物語って最終的にはそうだもんね。とりあえずあそこを一人で制圧しに行きますか。いや、武闘派なんだね、会話からして。アビーって人マジで一人で行くんだね。自分一人でもやる。あ、これなんだっけ、これか。よし。あ、これね、めちゃめちゃ雪入るんだよね、服の中に。これよくやるんですけど、私よくスキーとか行くんで。一人で行くの大丈夫本当に。てかモンハンの靴で L1 で走りたくなんだけどね。え、危な。危な。こっち？あれ？こっち？こっちか。あ、俺こっちから来た気するな。やばいやばい。これ以上下ると炎上する。下降りるんじゃないの？でも絶対降りないもんね、こんな。こっちか。あ、登れんじゃん。はいはいはい。ほい。ほい。走るってこれか。はいはいはい。で、こっち、ほい。いや、なんか、BGM 怖えな。絶対ゾンビ出てくると思うんだけど、序盤で。てかね、次の場所がわからなすぎるんだって。こっち？あ、俺こっちから来たよね。はい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 。で、こっち行って、こっち行って、LOC の場合だってジャンプ？あ、はいはいはい、こっちか。はい。こういうゲームね、なんか次の道が分かんないタイプのゲームね、マジで迷子になるんだよね。モンハン、あ、あぶね。あぶね。今一瞬気づくの遅れてたら死んでた。最速でゲームオーバーになってしまう男。さあ、滑走強化入れて。マジでシルベム調子いい。メルが妊娠にピクってきたけど、なんで。よいしょ。うわ、怖い。これ急に多分襲ってくるパターンだと思うんですけど、絶対襲ってこないですね。おお、びっくりした。君は？これね、絶対襲ってくるよ、次から。次へと。こっちっぽいね。いや、誰かが絶対起き上がってくる。心の準備はできてます。ここ通れんの？通れるわ。よかったー、絶壁で。ごめんなさい、なんでもないです。ごめんなさい。失礼しまーす。
いやー怖い。うおー、なに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 、これ長押し、連打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 。ゾンビゲームあるある、主人公強すぎ。え、怖い怖い怖い、なに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 、あ、はい、あ、はい、はい、はい、それーとぃー、はい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 、お前何年ゾンビ倒してきたと思ってんねんお前、こちとら、あ、はい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 、あ、そうや、あ、2対1は NG、 申し訳ないが、2対1はいけるんです、いけるんです。おい、はい、銃やなくね、銃、あの銃いらなくね、え、いやいやいや、え、今食らってた、色気と、そう直してしよう、ゾンビゲームあるある、包帯1枚で完全回復、余裕そうですね、R3 で感じてるんですけど、あここだ、こういうとこでアイテムを拾わないとコメントで叩かれるんだ、場所確認しなきゃ急にエアボクシングするのやめてもらっていいですか拾うボタンって何ボタンなんだろうね、え、でもアイテムなさそうだけどね、パッと見あるんじゃん、リロード、リロードできたね、はいはいはい、から出られんの、さっき明かりがあった家じゃなさそうですね、どっから出んの、本当にこのドア怪しくね、違うね、すげえマジで逆、サクサクプレイの逆、超グダグダプレイ、次の場所わかんねえもん俺、あそこアイテムありそう、あ、ここ道あんじゃん、長押し伏せる、うわ絶対ゾンビ後ろからか前からか来るよね、俺もそう思うよ、絶対にビビらない、絶対に出てきてもビビらない、あ、はいこんにちは、外したかと思ったわ、一発で死んでくれるのありがてえな、難易度ノーマルにしてよかったわ、はい、こんにちは。リロードしときますか。7発しかない、やばくね？まあ、基本でも近接強いし、序盤は大丈夫でしょ。近くにあるはず。ほい。ここ行けないの？ここ行けるっしょ。え？なになに？あ、やべえ。はいはいはい、聞き耳を立てて、しゃがんで、しの、し、し。おれ！おれ！失礼します！ね、弾落としてくれた。いや、でも銃弾もったいないから、基本的にああいう倒し方をした方がいいみたいな雰囲気なゲームだった気がするんで。基本的にステルスで倒していきますか。本当はね、ガトリングとかでぶっ放していきたいんだけど、こんな部屋なんもないわけなくない？なんもない部屋とかある？あるんです。マジで言ってます。てか感度めっちゃ低くね？感度変えて。え、ここも部屋もなんもねえじゃん。あるわ。ここにも？ないわ。え、こっちから来たから、んー、次は、ああ、階段ある。え、なになになに？あんまりね、ちょっと目立つ行動は避けていきたいですね。あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっと、あんまりね、ちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっと、はめ攻撃は、ちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっと、
おい、お前はめすぎだって。お前何3発使っちゃったわ、お前に。え、はめてくんの、こうゾンビ。いや、回復ゲットしたわ。ちょっとアイテム忘れますね。何ステルスゲームって聞いたんだけど、全然ステルスできないじゃん。めっちゃボディもらったわ。顎入ってたら死んでたぞ。これ登れないの？登るぞ。ちょ、極力ね、極力ステルスで行きたいと思います。あいつはいけるね。あいつは多分普通に行っても、おれ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 、ちょっと首、ちょ、ここかな、ここら辺かなと。あ、銃弾ちょっと欲しい。で、他には一人っぽいですね。あいつもいけるな。いや、あっちにいる。いや、結構いる。もうちょい前。あ、こっち来た。え、何や、向こう向かない。来た。いけ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 。じゃあ足、基本的にはね、ステルス、あ、あの基本的には、あの、基本的にはステルス攻撃でね、敵は倒していこうかなと思いますね。弾はもったいないから、序盤でこんな使ってると、後半ちょっと困ると思うんですよね。ここまで下手なやついる？ここまで下手なやついる。こっちっぽいな。さあ、次の敵は、お、っと、あれ、なんかなんかすごい気配を感じたんだけど。あ、気のせいか。え、なんかめっちゃ気配感じたんだけど。怖っ。ちょっとしゃがんでいく？怖いから。でも聞き耳立てて、まあ、これ近くにはいなさそうだね。え、何登っちゃったの？あ、これね、もしかしたらですけどね、これね、これ帰ってきたパターンですね、これ最初の場所に。ここまで、ここに来るまでここまで時間を費やした実況者はいただろうか。こっちですね、多分。え、違うの？あ、ここだわ、多分。本当に次の場所わかんないんだけど。足跡だ。見回りはどこ？さあ、画面は切り替わり。誰だ？あ、見回りってもしかして。エリーたちのこと？じゃない？あ、絶対そうだ。あ、エリーたちのことを狙ってるかなんだかしてるんだ、さっきのアビーって人が。ほら、こっち。ついてくよ。あ、ロリ戻さないの？ついに、競馬バート？ジェシーと？まさか。ちょっとワンの実況思い出しますね。これはもう、これもしか、これあれやるしかないんじゃないかな。これ、これさ
さあゲートが開きました。6番ダイアトニックなんで今までこういう話しなかったの。向こう上面の先行争いですが、さあダイアトニックが先頭に立つのか、外から押しまして16番のダイエスキが行っています。さらには12番のグランドボヌール、この3頭が行きました。あとは15番の名将将軍、内を通りまして7番のライトン級、特に10番の長番デリがつけています。そして竜の雪が、内からはスリーケープマンボ、外を固まりましてフィアーノロマーノです。あとは雪のドラマーが行っています。11番これがアリーナです。後続ですが3番のエイキンガール、あとは固まりましたティーハーフ、外を回りました8番のシバージなど3コーナーのカーブに向います。さあこれからシンガリは4番のスイープセレリタスといった体制であります。3、4コーナー中間ですが、先手を取りましたのは16番の大名富士に変わりまして2馬身のリード、2番手これを追って6番のダイアトニックが追走しています。外を回りまして17番のグランドボヌール、インコースをついた10番のジョーバンデリン、直線コースに入っています。逃げ込みを図る16番の大名富士、さあ並んできた6番のダイアトニック、先頭に立つのか。武豊一発ぶちが入りました、かわしました。いいもの見せてあげよっか。何いいものって言いたいの。私の美貌にかなうものはないでしょ。アメリカンジョーク嫌いじゃないんだよな、俺。もしかして、アイテムあったのかな、さっきの場所。もっとちゃんとよく見とけばよかった。本当にいいものじゃん、今度は。どう、この景色。なんか、うすうす気づいてたんですけど、この二人、ユリ。このルートの特権。署名しないの？何に？来て。バカ。何に署名するんだろう。お。まあ、ここはゾンビ出てこなさそうだね。ジェシー？友人。ちょっとこれ以上登場人物の名前出さないでもらっていいですか。面白いやつだ。もう覚えれないんだけど。そうそう。手伝うよ。鉄さあ行きますか。回線の直し方とか教わったんだ。しゃがむ。私もあんな73歳になりたいな。73歳のユージーンさん。73まで生きられるならね。これ結構握力いるやつじゃん。すごいね。俺子供の時こういうのやったことあるけど、マジで登れないよ。腕力ないと。さあ行きますか。よいしょ。あ、ごめんなさい。ちょっと癖でちょっとジャンプしたくなっちゃうんですけど。署名して。署名する前にちょっとアイテムが絶対にあると思うんで、絶対にあるんですよね。でもハンドガン持ってないぞ俺、このキャラ。感染者もいなさそうだし、感染してない人もいなさそう。読む。ディーナ、ユージーン、モンド。あ、署名ってあれか、この少し先。よいしょ。見回りの記録的な感じかな。書きますか。3月2日、書くの早。オールクリア。来て。何？この先の町が終点。ほら。さっきアビーが見てた町かな。ん？あれ。なんか書いてるね。ボールかな。みんな読める？え？スーパーもあるやつ？ウェスターンズ。あっちはもっと先。時計台。あれが町かな。大きい塔があるとこ？そ、そこが次の監視所。戻るか。馬のところに戻ろう。すっげえ機械とかあんじゃん。てか相手も一個だけなはずなくない？なんかドアが、おお、絶対アイテムあんじゃん。え、ないの？あるわ。あ、これやった。学生の時。この水パイプって友人の？私のくれたんだ。何に使うんだろう。今持ってる？やったネジ。やったネジ。何に使うんだろう。
何すんの？もしかして昨日も同じ服着てなかった？やめてよ。汚れてないから。わしレディーぞ。してないよ。ただのパトロール。ちょフラフラしないでもらっていいですか？なんか降りんのだってのか？決まってるよ。どうも。戻れっつったよね今んとこ。すごっ。こっちかな？絶対アイテムある。わ、スナイパーの銃。いいっすね。一部屋になんか銃弾1個ってマジしょっぱくない？こんなもん。あ、ちょっと待ってください。この部屋も絶対アイテムあると思うんで。ないですね。行きますか。またうまそうさ。マジ？ほい。行こう。行きましょう。うわ、飛び越えるの？やるじゃん。じゃあわしも。おい。あれ、これもしかして。死ぬなら友人みたいに死にたい。脳卒中でね。ダイヤブリックが先頭だ。千葉市2馬身リード。2番手では大名運転。3番手ジョーマンデリンが突っ込んでくる。先頭の番ダイヤトリック1着でゴールイン。レディーが。ありえない。無鉄砲すぎて無理。勝ち時計は1分7秒後。ゴールまでの4波論45秒1。レディーは絶対雪の中で34秒1。ロー強い勝ち方を見せました。今日はブーツ履いてるし。人気に応えました。でいいのはどうせ。さあ、津田さんにレースを見返していただきましょう。ダイヤトリック、コースタートからね、いい感じでいきまして。そうですね、もうスタートの時点で半馬身か1馬身ぐらいちょっとリードを奪うような形で、その後、オープンのこのメンバーにしては、ピク？何、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 家調べた方がいい？調べていいの？そんな自由なの？絶対調べた方がいいでしょ？アイテムとかあるだろうし。ほい。ここってどんなとこなの？でまた一部屋に、お、薬じゃん。落ちた。薬落ちちゃった。外周で見つけて倒しちゃうし。やっぱ一個ずつとかしかないんだね。でも序盤だからかな。後半の方だと10個ずつとか手に入れてほしいけど。おっと。ジョエルと一緒にサンタさんへ、今年僕はいい子にしてたよ。だから大きな犬をプレゼントして、パパが動物を飼いに行くとき、その犬を守ってもらうんだ。あと怪物が来て守ってくれる。あとお父さんがベッドルームにこもっちゃうときも僕と一緒に行ってくれるんだ。この子供今生きてんのかな。あ、ごめんなさい。お気に入りは？あー、カーティス&バイパーツ。私も前から気になってたんだよね。どうしたのどうしたの。今必要以上に避けられたんだけど、嫌われてんのかな。ここも絶対なんかあるっしょ。私も結構好きだよ。いや、な、意外とないよね。夜何するの。間違えた。みんなね、なんかさっきからめっちゃ移動たどたどしくないって思うかもしれないけどね、走るボタン L1 なんだよね。めちゃめちゃやりにくい L1。 その後会わない。あー、意外とね、なんか家の状態悪くないよね。本当に最近、おっと？やった、これ持ってない。テステラクター。あれ急にこういう要素あんの？シャドーバース始まったやが。本格スマホカードバトル。それってどんな話の映画なの？おめおめおめ。二人の特殊部隊員が悪い奴らをぶっ潰す話。やば。え、バハムートいないのかな。ロシアのスパイと戦うんだっけな。こっちは何もなさそうですね。帰りますか。全然話聞いてない、ごめんね。話聞くわ今から。10歳。待て、この家もなんかありそう。よいしょ。話聞こうとした瞬間、おっとー、この家、おっとー、登れないですね。うちらと同じ状況か。
次どこ行くの？ディーナ教えてよ。多分あっちから来たからこっちか。私も曲書くでしょ。カメラさえあれば。これ次こそちゃんと話聞くわ。最悪。気温が下がった。寒いってことか。何の話やねん。これ飛び越えれないの？あ？これ飛び越えれないの？おい、うわ、血がある。ガウシカだ。うわ、グロー。なんなのこれ。うわ、くそ、感染者にやられたんだ。うわ、絶対マスターランク高いハンターが通った後だな。一匹じゃない。どこに隠れてんだろう。え、ゾンビいるってことか。え、ゾンビいんの。さあ、ハンドガン弾は6発、両手武器を装着。でもハンドガンの方が多分いいから、ハンドガンでいきましょう。R1 で素早く切り替え。あ、いるますね、これ。中にいるね。こっちか。どうやって入ったんだろう。いや、ハンドガンでいこう。なんかもったいないよね、多分ショットガンは。リナ、こっち。え、怖い怖い怖い。いた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 。いや、今回こそマジでステルス、銃弾一発も使わずにクリアします。落ち着け。にちゃー、グロい。銃弾落とさない。ちょっと待って、あの感度がねめっちゃ遅いんですよね。ちょ、感度変えていい。こんなもん全部マックスでいいんだけど。あ、ちょうどいい。ちょうどいい。もう全体マックスでいい。もう本当にマックスでいい。こういうゲーム、ストーリー系のゲーム。よいしょ。いるかな？一人だけ？なわけなくない？失礼しまーす。何？施錠中？俺ゾンビに見つからないように頑張ってさ、しゃがんで歩いてるのにめちゃめちゃ立って歩くやん。失礼しまーす。よいしょー。あ、やっ、冗談でしょ。アルツ、ピャッ、ブス、ブスコリー。一人だね。かっこよかった。ありがとう。ね、本当にできてんのこの二人。ごめん、あのね、たまにね、こうリロードしたくなって四角ボタン押しちゃうんです。本当に許してください。めっちゃネジある。絶対使えるからたくさん集めとこう。今まで倒した感染者の最高記録は？ KD 聞かれた。最高記録は1年くらい前で。うん、KD は、うん、6かな。初心者とはもうやれないですね、こういうゲーム。20匹？お前、しょがりじゃん。やべ、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 やべ。どうしよう、どうしよう、どうしよう。いや、どうしよう、どうしよう。左からや！あいつの方が元気。いや、これバレるくらい後ろの人に。いや、まあいいや、やっちゃおう。ぶつこり！にちゃー、後ろの人が怖い。あ、ナイス、さすが KD20。 伊達じゃないですね、立ち回りは。いない、近く。あ、いるわ、2匹。やべやべ、あれ、いない。奥に1人と、この多分壁の裏にいるよね。やべえ、左は任せろ。じゃあ右は任せた。おっとー、やば、気をつけて。ほっ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 、やばい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 。ステルス、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 ステイステイ。ごめん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 。もう気絶攻撃や、もう銃弱い。気絶攻撃一択。危ない危ない危ない、危ない危ない危ない、本当に危ない。そういうの、ちょっと本当にそういうのやめてほしい。ああ、よかったー。
危なー、気づかれるところだった。いや本当に危ないね。いやーでもストリス攻撃強いっすね。スーパーにいるのも倒さないと。建物のアイテムはないかな。入り口あるはず。さあ行きましょう。スーパー行けっつってたね。ん？コロコロで帰ってきちゃうから。スーパー？登んのかな？あれ？違うね。あ？ディナー？ディーナか。どこ行くの？ディーナどこ行くの次？なあ。あ？お？ここ？なのやっぱり。エリー、手伝って。上見てくる。あ、いいね。はい。登って。よいしょ。軽いね、ディーナ。手貸して。ねえ。見えねえって、早く、早く見せてくれよ。屋上に穴見えないって。よいしょ。よいしょ。ありがとう。屋上に穴、ね、本当だ。帰る方法探そう。屋上に穴、まあ、あるそうですね。いきますか。ディーナ、こっち。こっち？あ？そっち？絶対あっちでしょ。ほっとくか。いや、ここ開かない。次そっちの下から行きましょうみたいな話が来ると思うんで、あらかじめこっちへ行っておきますか。あっ、なあ、ナイスナイス。エリー、噛まれてない？うまいね、この人。かすり傷。死ぬなら感染じゃなくて寿命で死んだよ。その顔打つ羽目にはなりたくないし。あ、瓶ゲットした。わかった、よろしく。え、瓶あるよ、うん、瓶何に使うんだろう。一応持っときますか。いやでも弱そうだけどね、瓶。でもさっき強かったよね。こっちなんかない。あぶな。おっと、また手紙だ。奥さん、本当に心から申し訳なかったと思っています。傷つけるつもりはありませんでした。僕はただあなたの店から薬だけもらいたかったんです。薬奪うためになんか傷つけたのかな、家族。あれ、なんもない。あ、これじゃない？あ、違う。アイテムだけか。屋上に行けそう？あ、そうだね、屋上に行くって話してましたね。どうだろう。ん？登んのかな？なあ、くそ。行けるはずなのに。じゃあ。パッツーはここら辺で終わりますかね。ご視聴ありがとうございました。